こんばんは。 X Pro 3が届きました。今日の午前中、本日10月の3日かな、3日の火曜日でございます。ということで、今回買った富士フイルムの X Pro 3と、こっちがノクトンですね。ノクトンのマニュアルレンズです。今までほとんどソニーのカメラばっかり買ってたから、初めてのちょっとノクトンのレンズ。箱かっこいいっすね。こいじゃん、富士フイルムオープン。あ、まだ見える。でん、まだ見える。いきまーす。でれーん。おー、なんか落ちた。説明書が落ちた。じゃーん、X Pro 3はめっちゃ綺麗じゃない？じゃーん。ちょ、暗。ちょっと明かりがあるところに。ということで、今回購入した X Pro 3です。なんかパッと見、本当店長さんに普段触らせてもらっているものと全然遜色ない。特になんか傷がついてるとかもあんまりパッと見わかんないな。全然なんか大丈夫なんじゃないですかね。なんか、端子とかも、端子周りとかもそんな傷ついてる感じもないし、ディスプレイぐらい？いや、ディスプレイも多分綺麗だぞ。なんか全然、これ、やった。ほとんど新品だ。ほとんど新品みたいな状態かもしれない。まあ僕は気づいてないだけ説もありますけど。そしてもう一つの、今回購入品、ノクトンのレンズ。F1.235 だったかな？ですね。お、買いました。じゃーん。まあ、こっちは新品なんでね、さすがにま、綺麗ですよねっていう。で、こっちがレンズフードか。レンズフードもついてまーす。ということで、まあ、ざっとね、開封してみるんですが、これ、お買い得だったかも。まあ、このネット備品中古なんで、そんなかなーぐらいに思ってたんですけど、ほぼ新品っすね。見た感じ。どう見てもなんか、傷とかもないんで、これ超ラッキーだったかもしれないです。せっかく開封したんで、とりあえず、これつけて軽く散歩行ってきますか？なんかナイトフォトウォークしていきましょうか。一旦。じゃあちょっと、ここで一回カメラ止めてナイトフォトウォークしていきます。いや、ちょっと帰ってきました。とりあえず100枚ほど撮れたんで、まあ、それを元に、ちょっといろいろ自分がどんな風に感じたかなっていうふうなことを頭の中で整理しながらゆっくりとちょっと帰ってきました。まあ、そんなわけで、ちょっとファーストインプレッションだけささっと述べていきたいと思います。机が汚すぎる。まあ、まずですね、とりあえず何も考えずに一旦家を出ました。まあ、アプリかな？携帯のに接続するからアプリだけ一旦とりあえず設定だけして、まあそれ以外は特に何もせずに、ちゃちゃっと家に、家から出ちゃった方が、まああんまりこう、変な知識つかないで済むかなと思って、まあまずはその感覚で撮っていこうということで、飛び出したんですけども、とりあえず最初に感じたことは、まあこれは当たり前の話っちゃ当たり前の話なんですけど、もうずっとソニーの、まあ UI というか、このボタン周りを触っていたので、まあそれでちょっと結構戸惑ったってところですね。特に今回ね、富士の場合だと、この天面のダイヤルで基本的に、ここのダイヤルが、ISO感度とシャッタースピードをコントロールしたやつなんですけど、まあこれの操作方法がそもそもわからないってことがあって、ちょっとよくわからなかったんですけど、まあこれリングをこう、ここにリングがあるんですけど、このリングを上げると、この ISO がこう設定できて、で、真ん中のここのボタンを押しながら回すと、シャッタースピードを設定できると。いうところで、最初は多分どっちも完全にオートの状態でおそらく動いていたと思うんですけど、まあ、それの状態で最初の方何枚か撮ってみて、あ、こういう風にしたら変えられるんだってことを確認しながらずっと撮ってました。で、まあ、最初の頃に思ったのは、まあ、たまたまその適当に撮ったんですけど、コンクリートを
映した時に、なんかそれがすごくこう、綺麗に見えたんですね。コンクリートのなんか描写がすごく綺麗だなっていうふうに思ったんで、まぁ、ちょっと無機質なというか、ものを一旦撮っていこうというふうなことを思いまして、で、オートの設定から、一旦、まぁ、ISO の、設定だけ、まあ、固定にして、そこからシャッタースピードだけ一旦オートの状態で、これまあマニュアルレンズなので、まあその焦点距離とかをこう調整しながら、かつこう絞りとかを調整しながらっていう、ことこのダイヤルでね、そんなことをしながらちょっと撮っていきました。で、まあ感覚としてこう、まあ明るい雰囲気を撮るのはすごく面白いなという、まあそれはそれで本当にいいなっていうふうに感じて、ちょっと最初の方は撮っておりました。なのでちょっと車の大体その、まあ、アスファルトが映っていて、かつこう、まあ、光がたくさん入るようにってことで、車のライトがたくさん当たるような瞬間とかをちょっと狙って撮っていたんですけども、まあ、その感じで大体撮っていって、で、ちょっと飽きてきたので、ちょっと暗い感じで撮るとどうなるのかなというふうに思って、車の撮りが少ないところで、ちょっと信号機だったりとか、まあ、そういったものを撮っていこうかなというふうに思ったんですね。で、その時になってくると、まあ、ちょっと信号機までこう、うまいこと設定をこう綺麗にこう落とし込めなくて、信号機を取る、綺麗に取るまでに落とし込めなくて、ちょっとあんまりこう信号機のこの色というか、まあ模様というか、みたいなものが出せなかったんですね。まあこれはちょっと、まあなかなかやっぱこう勉強が足りないなっていうふうに思ったんですけども、まあ一方で、大体これぐらいのシャッタースピードに落とし込むと、ちょっと、まあ目の前を通る車とかの残像が残ったりして、その雰囲気が非常に面白いなと思ったので、ちょっとその次はシャッタースピードをいろんなパターンで撮っていって、まあ僕の家の周り全然光がないので、ちょっと光がしっかり入りつつ、かつちょっと今日はプラスアルファでこうなんかなんですかね、疾走感があるというか、微妙にこうやっぱブレがある、まあ人もちょっと動いたらブレるぐらいの感じの、まあ、シャッタースピード感で撮っていこうかなということで、まあ、大体、まあ、30とか15とか、まあ、あと60とかかな。まあ、その辺を使って、こう、撮っていくことにしました。で、そのまま、まあ、最初の方にアスファルト撮った時に感じたんですけど、まあ、無機質なものとかを撮ると、こう、富士の色味なのかな。まあ、カラープロファイルかなんかだけ変えたんですけど、それとかなりマッチしてたので、ちょっと駅の方面に向かって、人を撮ったりとか、あとその、まあ、なんだろ、ほんと人工物をまず撮っていこうっていうふうに思ったんで、まあ、その辺をこうずーっと駅前からずーっとこう撮っていきながら移動していって、で、途中ちょっとお腹空いたんで、ラーメン屋に入ったんですけど、まあ、ラーメン屋に入ったゾーンが大体こう、僕の家の近くで言うと居酒屋ゾーンだったので、ちょっと居酒屋周りのその商店街ですかね、商店街とかの光とかをいろいろ撮っていこうかなと。で、暗いのもまたいいなと思ったんですね。というのが、このレンズの特性として、大体街灯とかを撮ると、街灯とかと車とかの、その前のね、レフントのライトとかを撮っちゃったりすると、これ光がこう特性として拡散するような形で映ったりするんですよ。で、それがアクセントとして面白い時はあるんですよ。ただこれがたくさん映っちゃうと、ちょっとなんか違うかなって個人的に思ったので、まあ、それが少なく映ったりとか、あと全体的に暗くして、その放射状に伸びるこの光が、アクセントになるところとかを探したりとか、まあ、もしくは、その放射状に伸びない光は一体何なんだろうっていうので、そういった被写体をこうたくさん探したりとか、っていう風な感じで、いろいろとその後商店街でぐるーっとこうね、いろいろ移動しながら撮っていきました。まあ、個人的には光を撮るよりかは、なんか影を撮ったりとか、手前にある、なんか、まあ光がちょっと逆光になってる対照物に焦点を合わせながら撮って、で、後ろに光があるみたいな感じに、すると結構味が出ているんじゃないかなと個人的には思いました。ということで、まあ、ファーストインプレッションとしては難しいですね。まあ、あんまりまだよく分かってないんで、よく分かってないのと、まだね、残ってるボタン、何が何なのっていうのが分かってないので、ちょっとそれをね、ちょっとマニュアル後でちゃんと読みたいと思います。ただ、久しぶりに、フォーカスダイヤルがついてるカメラを、ちょっと、写真で使ったので、これはね、やっぱね、便利ですね。これがあるかないかだけで、結構、やっぱり、まあ、今回マニュアルでね、フォーカス合わせに行くようなレンズなので、まあ、ここあるだけで、このね、ファインダーを覗く時の、そのいろんな、まあ、楽さというか、まあ、そういったものが変わってくるかなっていうふうに思いました。まあ、あとは、これね、基本的にやっぱこう、見えないんですよ、撮った写真っていうのが。迷わずたくさん、とりあえずたくさん撮らなきゃいけない
ていうことが結構多かったと思います。撮って確認してってやったら、なんか、あ、今いい瞬間が訪れたのにと思って取り逃がしたことが何回かあったので、まあもう本当に一旦はもう大量に写真を切りまくるというふうなことが必要だったかなというような感じですね。まあこれはまあこの後ろの背面のこのディスプレイの影響なのかなというふうに思いました。で、あと最後に、僕のフォトウォークって基本的にめちゃくちゃ移動がメインみたいなフォトウォークのことが多くてですね。まあ ZV-E1 とか使ってるときは結構オートで任せられるっていう部分があったんで、どんどん撮っては進み、撮っては進みというか、もうは、なんか歩きながら撮るみたいな。本当に歩きながら撮るでバシャバシャバシャみたいな感じだったんですけど、これはね、結構設定を今回こだわらないと、失敗することが多くて、割といつもの移動スピードの 70% か 60% ぐらいっていう感じでゆっくり歩いてたような気がします。何回も立ち止まったりもしました。やっぱりちょっと使いこなしが足りないかなというふうに思ったんで、ちょっともうちょっとね、たくさん、まあ、今週は少なくとも触って、ちょっといろいろと確認していきたいと思います。はい、そんなところで、とりあえず、まあ、先日ね、売りに出した、数々のカメラとの交換で、新しい X Pro 3と、ノクトンのレンズを手に入れました。Yeah, such a clap. And I start to clap. I'm feeling good.